際交流基金主催のジャパニーズフィルムフェスティバルオンラインをご覧の皆様、こんにちは。これより、あの子は貴族の袖由紀子監督にお話を伺います。どうぞご覧ください。あの子は貴族、袖由紀子監督にお話を伺ってまいりたいと思います。袖監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とてもあの子は貴族は日本映画の中でも独特の世界を描いている、素晴らしい作品だと思うんですけれども、もともとこれは原作があって、これを監督が映画として手掛けるようになったいきさつを教えていただけますか。はい、もともと原作があの文芸誌で連載されていた時からあの私は読んでいたんですけど、もともと山内真理子さんの書く物語っていうのが私がの生まれとあの山内さんのご自身の生まれの地域が割と近かったりとか年代が近かったりっていうところですごく共感を持って読んでいたんですね。でその中で山内さんの新しい作品が東京の富裕層を描いているっていうのがあのすごく面白いなっていうふうに思って、あのこれはちょっと新しいタイプの映画になるんじゃないかなと思って、ぜひあのやらせていただきたいっていうあのちょっと企画をあの持ってちょっと伺ったっていう経緯があります。なるほど、はい、まさにその富裕層というか上流階級というものが描かれているところがとても特徴的だったんですけれども、で、原作の脚本も監督がそのまま手掛けられていますけれども、はい、原作を脚本にする作業はスムーズでしたか、それとも難しいものでしたか。いや、でも、ものすごく難しかったです、はい、あのやっぱり富裕層の方っていうのが私の身近にいないですし、はい、あの取材するって言ってもなかなかこう会うことができないというか、どういうふうにそういうつながりを見つけていいのかすらわからないっていうところからスタートしたんですね。やっぱりこれは山内さんがおっしゃってた言葉なんですけど、インターネットっていうのは自分とこう同じぐらい、もしくはこうちょっと階級でいうと下のなんか暮らしっていうのにはアクセスできるけど上にはアクセスできないっていうふうにあのおっしゃっていたことがあって、私は本当にそれをこう身に染みて感じながら取材をしてたんですけど、本当検索しても SNS なんかでもあのご自身の暮らしぶりをひけらかしたり してはいけませんっていうふうにあの育てられた方があの多いので、なかなかやっぱネットとかそのオンラインでは全然巡り合うことができないんですね。なので本当に少ないこうつてをこう辿って何人かにお話を聞きながら作ってたって感じですね。あの本当に見たことのないものを見ている感じがあって、そのいわゆる上流階級、あの映画で描かれている富裕層というのは日本に実在はするんですね。あ、そうなんです、はい、あのこんな人いないみたいな感想とかもたまに見かけるんですけど、はい、あのそれはこうメディアに出てこないだけでいるんですよね、うん、でかつそういう方たちっていうのはあの割とこう一般層って言ったらちょっと雑な言い方になってしまうんですけど、言葉選びますよね、まあ、それ富裕層ではない方となかなかやっぱ交流を持たずに、その界隈だけで何代も交流がそのこう限定されたソサエティがあるっていうのがやっぱりちょっとお話を聞いてて、うん、はい、印象的だったんですけども、なので、まあ、知り合いにいないというのはこう当たり前のことなんですよね、はい、あの実際に暮らしぶりとかお屋敷とかビジュアルで見せるためには、はい、そういった場所も訪れたんですか。さすがにこうお家を見学させていただいたりっていうのはできなかったんですけども、はい、あの山内真理子さんが原作書かれるときに、うん、あのそういう こう富裕層の方のご自宅にお邪魔できそうになったらしいんですけど、なんか玄関先まででこうなんかこう中を覗いたらあのこんな感じだったよっていうのとかはあの教えていただいたりとか、だからあの原作書かれる時にあのいろいろ山内さんもたくさん取材されたと思うんですけど、その情報を共有してくださったりというのもあったのですごく助けられました、うん、なるほど。実際取材された方々からどのような印象を受けられました。まずなんか男性に関しては、はい、あの高一郎のモデルとしてお話を聞いたんですけど、うん、はい、あの本当にこうジェントルマンというかすごく感じがいいんですよね。でこっちがなぜ
質問してるかっていう意図もちゃんと分かってる上で、うん、あの分かってるっていうのは答えないとダメなんだなってことを分かってる上でうまくはぐらかすというか、あのいや普通ですよとおっしゃるんですよね。でもこう印象的だったのは、その取材され、あのして、え、取材答えてくださった方の一人が、あのいつもパブリックな自分でいないといけないっていうことが、まあ、辛いっていうふうにおっしゃっていて、それはあの高一郎っていうキャラクターを作るヒントになりましたね、うん、で女性に関してはあの割とこう花子に近いこうおとなしいタイプの女性にこう話を聞くことができたんですけど、うん、あのなんかこうおとなしいというか、こう人にこうなんですかなんですかって質問されて、何でもあのこう事なかれ主義的に答えるのではなくて、いやそれは違うんですっていう形で、こう攻撃的な否定ではなく、でもちゃんとこう柔らかく否定された上でご自身の言葉でなんか説明されていたりとか、なんか基本的なこう自己肯定感みたいなのがしっかりなんか終わりになるという印象ですね。あのただただ気が弱いではないというか、でもその映画の中でも描かれるような家を継ぐというような、うん、まあかなり保守的な重しみたいなものは、はい、その階級の女性たちにはまあ厳然として存在しているっていう事実はあるんですか？そうですね、うん、あのまあ昔よりも今の方がいろいろ変わってきたりっていうのもきっとあるんだと思いますけど、あのなんか基本的にそういう、家を継がなければならない、うんっていう方の話を聞く中で感じてるのは、将来の結婚相手だったりとか自分の仕事だったり含めもう決まっているっていう印象を受けました、うん、あのある程度の例えば結婚だったら適齢期と呼ばれている年齢までは自分がこう好みのタイプの方とお付き合いしたりとか、まあ、遊びたいのであれば自由に過ごすんだけど、まあ、そこからは、まあ、あのもう決まってることだからみたいな、うんうん、なんか風におっしゃってましたね。そこは受け入れてる感じなんですね、うん、なんかそういうものみたいな風に思ってらっしゃるというか、うんうん、であのこの映画のやっぱり優れたところは、まあ、富裕階級上流階級があって、まあ、いわゆるその、まあ、下流というか、うん、あの労働者階級というか、はい、を描きながらもそのどっちがいい悪いじゃなくて、うん、非常にスタンスがフェアで、はい、あのイコールなところがとてもいいなと思ったんですけれども、はい、そのミキのパートを描くにあたっても、はい、やっぱりそのようなこうどっちがいい悪いを見せないでフラットに見せていこうみたいなことは意識されたんでしょうか？そうですね、なんかこう意識的にいい悪いをこう決めないっていうことでもなかったんですけど、うんうんうん、ただなんかすごく印象的だったのはこの富裕層の方に取材をしている中で、やっぱりこういろんな話をこう、うん、まあ、あのお聞きしたいのでこちらのこう庶民の話もするんですよ、はい、いやうちの母親はなんか私の中学の時のウィンドブレーカーを着て今でもゴミ出し行ってますとか、はい、まあちょっとこの場を和ませるためにそういう話をするんですけど、なんかそういう話をまあ私とあと一緒に取材をしたプロデューサーとかと、まあ、お互いちょっとそう、まあ、いわゆる庶民なので、うんうん、そういう話をしながら、なんか別に自分たちの方もなんか悪くないというか、うん、まあ、まあ自分たちのちょっとこう半分ギャグみたいにしながら、なんかそうなんですか、なんか想像もできないですみたいな話とかをしていくんですけど、なんかそういう話をしながらも別にそんなに、うん、いやお金があったりとかもう全然本当に羨ましいですけど、うん、かといって別に本当になんか憎いとか、はい、なんかこんなの間違ってるみたいな感情ってよりは、なんかもう自分の人生にもたくさんネタがあるなみたいな、うんうん、なんかそんなに悪くないなっていう気持ちでずっとあの取材をしていたので、うん、だからこう自然とどっちがいい悪いじゃないっていうか、いい時も悪い時もあるっていうことでしかないなっていうふうには思ってましたね、はい、あのいわゆる庶民と上流階級が出会う場として大学が出てきますけど、はい、慶応大学という、はい、まあ、あれは実在に日本の実在の大学で、
まあ、普通の大学ではあるんですけれども富裕層も一部いるなと、はい、いうことをあの視聴者の皆様にはちょっと、お伝えしておこうかなと思ったんですけれども、そのミキのキャラクターを描くにあたって何かそちらの方はリサーチとかどのような掘り下げ方をされたんですか？あのミキの方はかなり私自身が分かるっていう感覚がすごく強くて、うんうん、地方から出てきて東京で新しく触れる文化っていうのが、うん、これはたまたまなんですけど映画の撮影時期から逆算してた時に設定上のミキの、ね、年齢というのが私と全くの、 同い年になってしまったんですね。なるほど。せずしてなんですけど。ごめんなさい、監督は東京ご出身ではなくて、あ、はい、ちなみにどちら？長野県で生まれて、大学に入るタイミングで東京に出てきたので、東京より少し、まあ、北というか北で何て言えばいいですかね、位置的には西ですかね、北西になるのかな。そうですね、北西ですね、はい、はい、山の豊かな綺麗な、はい、そうですね、場所ですね。でだから私がまだ大学に入る前っていうのは、うんうん、誰の自宅にもインターネットがあるみたいな時代ではなくて、うんうんうん、本当に何か文化だったり情報にアクセスするのは不可能だったんですよね、うんうんうん、手軽にできる。だから東京に行くしかないみたいな感覚がすごくある中で、うんうんうん、出てきたので、はい、そのたまたま同い年の設定になったミキっていうのに、うんうん、もう世代的にもすごく分かるっていう思いがあったんですね。なのでまあ、実際そのシーンとしてはないんですけど、彼女がどういう経緯で同級生と仲良く友達になっていたかとか、あとどういう気持ちでそのホテルのなんかラウンジにこうお茶をしに行く経緯になったのかみたいなことをすごくこう自分の実感を持って想像できるというか、また今の若い世代の今の現役大学生とかとはまたちょっと違うと思うんですよね、うんうん、感覚も、うん、なのでその時代のミキっていうのは取材節度もかけるのがすごくありました。でミキはやっぱりその、まあ、ガッツもあるというか、うん、製造本能が優れているというか、はい、まあ、本当にサバイバーですよね、うんうん、そういう部分は監督にもやはりある。そうですね、うん、当然私もこう自主映画をやってきたので、はい、なんかすごく綺麗なところで生きてきたわけでもないというかっていうのもありますね、はい、でも多くの地方出身の女性ってそうだと思うんですよね、うんうん、なんかミキはたまたま、まあ、親が失業したっていうことをきっかけに、はい、多分水商売だったりとか、うん、あと退学だったりとか、うん、まあ、それは多くの人が経験してるかといえばそうではないんですけど、うんうん、やっぱりこう成功法じゃないやり方だけど、どうにか東京で家賃を払って生きていくっていうのはすごくなんか大きく共感を呼ぶポイントなのかなというふうに思います、うんうん、なるほど。まあ、そこで一人の女性の生き方が描かれるわけですけれども、はい、またちょっと花子に話を戻しますと、まあ、花子はその途中まではちょっと結婚が目的化していて、うん、はい、で結婚したはいいけどちょっと呆然としてしまうような状況もあって、うん、でそれはちょっと上流階級であるにかかわらず、どこかちょっと結婚が自体が目的化されてしまっているのが、うん、今の女性にまだ共通普遍的にあるのかなっていう点はどうですか？それは特にそういう点は意識はされてないですか？まあ、そのそれぞれの、はい、なんか環境にももちろんよると思うんですけど、うん、もちろん花子の置かれてる環境っていうのは、はい、当たり前に30歳手前になったら結婚っていう話がこう湧いてくるような世界だと思うんですね、うん、で、まあ、ミキとか、はい、まあ、平田さんっていうその友人の世界では別に結婚が全てじゃないよねっていうワードはすごく登場すると思うんですよ、はいはい、ただ特に私は平田さん、はい、山下リオちゃんが演じてくれて、うん、平田さんっていうキャラクターにすごくシンパシーがあって、っていうのは彼女は東京の大学に行ったけれど地元に戻ってきて田舎で暮らしてるんですよね、うんうん、で田舎で暮らしてるとこう自分の理念として
別に女性の選択肢ってもっとあっていいはずだ、別に結婚が全てじゃないっていうのはあっても、日々周りからそういうなんか生き遅れてるみたいな扱いをされたりすると、うんうんうん、はい、やっぱ人間ってどうしてもこうなんか心が折れてしまったりとかっていうのは絶対にあるんですよね、うんうんうん、まあ、それもあって平田さんってちょっと冒頭登場して自分のこう身の上話をするところで、あのちょっとこう自分を卑下するような感じで、はい、まあ、もう今期逃しまくりだけどねみたいな感じで言ったりするんですけど、うんうんうん、それは彼女がそういう自立した女性じゃないからではなくて、はい、やっぱ人間って基本的にすごく弱いものだし、うん、なんか理念のために強く居続けるってすごく、うん、なんかそれを女性のキャラクターに私は結構強要したくなくて、なるほど、うん、なんか作品としてもちろん訴えたい思いとかっていうのはあるんですけど、うんうん、なんかキャラクター一人にそれをなんか嫌おうなしに背負わせることはなんかできなかったというか、うんうんうん、まあ、そういう意味ではまだまだ結婚していないっていうことでちょっと引け目を感じざるを得ない瞬間もあるでしょうし、うんうん、単純にこう金銭的に、はい、女性が一人で一生一人で生きていくっていうのがやっぱ難しい状況もあると思いますし、うんうん、なんかそういう意味で一言ではまだ言えないなっていうふうに思います、うん、なるほど。そして素晴らしい役者の皆さんのお話もお伺いしたいんですけれども、はい、キャスティングのプロセスはどのように進まれたんでしょう、はい、あるいはもう脚本書いてる時にもうイメージある程度されていたのかどうでしょう。まず主演の門脇さんは、はい、私がもう本を書いてる段階から絶対門脇さんがいいっていうふうに、うん、リクエストしていて、で、まあ、幸運なことに受けていただけたんですけど、うんうん、よく水原さんと、はい、逆じゃないかっていうふうになんかパブリックイメージが逆だと思うんですけど、はい、っていうふうに言われることがあって、うん、それはあえて逆にしましたっていうことではなく、なくて私はこう純粋に花子っていうキャラクターをどういう人に演じていただくかって考えた時に、うん、こう内に秘めた違和感とか、うん、戸惑いとかっていうものをこう雄弁に表に出す口に出したりとか、うん、あからさまに表現したりせずに演じられる人って誰だろうって考えた時に、うん、やっぱ真っ先に門脇さんだなっていうふうに思ったんですね、はい、うん、で そこが決まってからやっぱこうじゃあ誰にミキを演じていただくかっていうのはすごく、うん、なかなかこう悩んで決まらない部分もあったんですけど、うん、キャスティングの西宮さんっていう方が水原さんどうですかって提案してくれたんですね、うん、こうプロデューサーの西谷さんと西宮さんと私の3人の LINE で提案してくださって、はい、でもそれ言われた時に私とプロデューサーの西谷さんはあめちゃくちゃいいですねみたいな、うん、感じだったんですね、はい、なので結構こうびっくりされることが多かったことが私は逆にこうびっくりというか、うんうんうん、なんか水原さんってこういろいろこう自分のこうな今までになかった道を自分で開拓して突き進んでるようなイメージ、はい、なんかサバイバーっていうイメージがすごくあるので、はい、そういう意味ではこう都会をなんかサバイブしているミキっていうのは全然こうイメージは遠くないなというふうに思います、うん、いや僕も見てこれは2人の役が逆でも成立するなと思いながら見てたんですけれども、うん、あえてこうしたところが面白くなったんだなというふうに思いました、ね、あるいはそのちょっと偏見を正してくれるというような配役だったなと思いました、うん、実際に現場で門脇さん水原さんどのような感じだったか教えていただけますか、はい、こう全くタイプが違うんですよね、はい俳優として、うん、門脇さんは、うん、なんかもう自分の中ですごくいろんなものを考えて用意して、うん、準備してその上で監督が言ったものにどうやったら近づけるかっていうようなアプローチをされる方で基本私ももう少しなんか早口で喋ってくださいとかもう具体でしか言わないなんか1個言えばもう10分かってくれるみたいなタイプのなんか方なので
普通にこう打ち合わせしてても一つの、はい、例えば照明部とか、うん、撮影部とかなんか一つの部署の方と喋ってるみたいな、あ もしくはなんかアスリートと喋ってるみたいな感じなんですよね。あの監督がリサーチされるときにそういった実際のフィルスの方々にリーチするのが大変だったとおっしゃいましたけれども、はい、門垣さんもそういう方たちに会いたいみたいなリクエストはあったんですか、それともそういうことは必要としなかったですか。あのなんか実は門脇さんのご自身のお生まれが私なんかよりも全然こう、うん、花子に近いところにいらっしゃる方だったんですよ、たまたま。まあ、それもありますし、うん、あの門脇さんが個人的にお友達でそういう生まれの方を紹介してもらって一緒にご飯食べたりとか、うん、っていうのは個人的にいろいろリサーチはしてくれたみたいですね、うんうん、なるほど。で水原さんいかがでしたか。きっこちゃんは、はい、あの逆に私もあの麦ちゃんとはほとんどその役の話しか現場ではしなかったんですけど、きっこちゃんはずっとなんかもう世間話みたいなのをずっとしててというかそれでこういかに彼女にリラックスしてもらって、うん、あの安心して演じてもらうかっていうのが、うん、なんか多分命題だったんですよね、はいはいはい、で本当にあの2人が開講する場面とかもう何日も前から、うん、あそこどうしようどうしようみたいな、なんか私はこう思うんだけどでもこうかなこうかなみたいな話をなんかずっとしてて、なんかその上で結構信頼関係分かる、その感覚分かる分かるみたいな、うんうん、本当になんかちょっとずつあのラフに、うん、本当にカジュアルに信頼関係を築いていけたんですね。あ、監督と水原さん。あ、そうですそうです、はい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 、なので、うん、あの本当こうカメ最後の方はカメラが回ってても本当にその役としてずっとそこにいてくれるみたいな状況になりましたし、うん、なんかねカットっていうとパッと私の方見て、はい、え大丈夫だった大丈夫だったみたいな感じなんですよ。そういう方なんですね。そうあの本当になんかあんなこうすごく世界で活躍されてる方なんですけど、はいそうですね、なんか商店街で撮影とかしてたら、うん、あの近くに見に来てたなんかおばちゃんとすごい仲良くなって勝手にトイレ借りたりとかしててすっごくあのなんかこうカジュアル気さくで、はいはい、カジュアルで全く気取りのない人ですね。ということは本当にこの役ズバリのキャスティングだったということですね。あの門脇さんと水原さんと一緒に過ごしてもらう時間を設けたりとかそういう場とかはあったんですか。実はあのスケジュールの都合でリハーサルっていうのが全く取れなかったんですね、はい、なのであの開講するホテルで開講する撮影っていうのがお二人の本当の初対面だったんですけど、はい、うわーそうなんですか。はい、もうなんかそこの現場自体も何時までに日が落ちちゃうからっていう時間の制約もありましたし、はい、その俳優同部のその緊張感、うん、初めてだからっていう緊張感もありましたし、ものすごくなんかハードルの高い撮影。監督も緊張されました。あ、そうですね。あのスタッフサイドもみんな緊張してましたし、うん、まあ、なんかその中であの実際のキコちゃんがすごく緊張してて、はい、なんかもうこうバンビみたいにプルプル震えてて、はい、なんかもうでもそれをこう生かして演出するしかないな、うん、みたいな風に思って、あのシーンは本を原作読んだ方は分かると思うんですけど、原作よりもかなりちょっとこうナイーブな幹になってるんですね、うんうん、まあ、ただやっぱりキコちゃんが演じるっていうことに合わせてだんだんこうタフだけではないミキっていう風にちょっとこう変えていった部分もあるので、うんうん、そういう意味ではそこはすごくなんかシーンとしてなんかまとまったなというふうに思ってます、うん、あのまあ、花子とミキ、門脇さんと水原さんが引っ張る映画であって、まあ、やはりとても一つ重要な役割を担うのが高良健吾さんで、はい、まあ、男性として、うん、そもそもあの役は監督にとってどういう役だったかっていうことをお伺いしたいのと、まあ、高良さんは現場でどうだったかってお伺いしたいんですけれども、はい、彼はどうすればよかったのかなってちょっと僕を見ながら考えちゃったんですけどね、うん、でも本当どうしようもないと思います、はい、彼も、うん、もちろん悪い部分もあるんですけど、はい、例えばその高一郎を完全な悪役として、うん、女性2人がこうとっちめてやるみたいな流れに、うんうん、なったとして、うん、それで何が生まれるんだろうみたいな疑問もあるというか、うん、彼の個人的な判断で、
そういうふうになってしまったというよりは、うん、もっとこう大きなシステム、はい、家父長制っていう社会の中で生きているのが、はい、小一郎であって、うん、で彼もこう歯車の一つに過ぎなくて、うんうん、なの で彼を糾弾することに尺をあんまり割くのはちょっと違うのかなっていうのがあったんですね、うん、ちょっとそれも考えはしたんですか。原作はもう少し、はい、あの高一郎があの単純な悪役として描かれてるんですね、うん、なるほどね。っていうのは高一郎 の人物像っていうのが全然厚く描かれてないんですよ、はい、そこにページは割かれていなくて、うんうんうん、彼女たちから見た高一郎っていう形で描かれてるので、うんうんうん、まあ、それゆえなんですけど、うん、あまりこう人間らしさっていうのはちょっとオミットされてるんですね、はい、まあ、ただ映画化するにあたって、うん、まあ、そういう改変があるのと、うん、あと実際こうただのクズみたいなキャラクターだと演じようがないというか、はい、キャスティングもできないだろうみたいなこともあって、どういう人物なんだろうっていうのはすごく一番多分、うん、なんか壁がなんか高かったんですけど、うん、考えていて、で高良さんも演じながらなんか今僕大丈夫ですか、本当に大丈夫ですかっていうふうに私に結構聞いてくる場面も多かったんですね、うん、っていうのは高一郎やっぱ社交で喋ってるから多分演じてる人を演じてるわけじゃないですか、高良さんとして。なるほど、あのキャラクターも自分を演じてるわけですよね。そうなんですよ。そうですね、なのでかなことのやり取りとかも、はい、なんか笑顔でなんか楽しさも楽しそうな感じでやってるけど、うん、それはまあ、あの社交で演じてるなの、うん、からもうそれでいいんです、それでやってくださいっていうしか私もなくて、はい、うん、だから高良さんもすごく苦しかったと思うんですけど、はい、でもとはいえなんかやっぱ麦ちゃんも麦ちゃんでなんかこうつかみどころがないというか泣いたりわめいたりっていう場面が一切ない役だから、うん、演じてる手応えっていうのが、うん、なんかなかなかつかめないまま、うん、でもそれでもそんな二人が何回かシーン重ねていく中で最後こう二人でやっとちょっとこう生の会話ができる場面があったりとか、はい、あと一番最後再会するっていうシーンがあるんですけど、そこは私が想定してたよりももっとこう2人ともエモーショナルな、トカキに書いてあるよりもすごく笑顔な2人で終わったんですね、うん、で2人とも全く2人で示し合わせたわけじゃなくて、いやなんかすごいあえて嬉しかったんだよねって言ってて2人ともが、なのでなんかなんだろう、あの高一郎と花子はお互い自分のこう役割っていうものを演じていながらも、うん、なんとなくとはいえなんか関係値っていうのがちゃんとできていたんじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、なるほど。いや非常に複雑な水面下でそういう事情がありながらもやはりとても公平な目でキャラクターを描かれていて、それがリアルにも映ったんですよね。だからそういったような意図があった上でだったんだなというのがよく、分かりました。非常に、まあ、人物もね、個性的な人物も他にも出てきますけれども、どうでしょう、この撮影通じて、あのシーン大変だったなみたいなところって今思い出してどこかあります？そうですね、大変だったシーンは、はい、もうかなりたくさんあるんですけどまず冒頭とにかく人が多いんですよね、うん、花子の家族の配食のシーンっていうところから始まるんですけど、やっぱり映画でカットを割って撮影するときに物を食べるってすごく難しいんですよね。で品数もすごい多いんですよ。だからそれぞれの俳優が何をどういう順番で食べたかっていうのをちゃんとこう記憶してもらって、でプラス礼儀作法の所作の先生がついてくださったんですけど、実はなんかこうやって食べたらダメとか、うんうん、あ、ごめん今こうやって食べちゃったとか言ってもう一回みたいなことも結構あったりとか、はい、なんかその礼儀作法とか、うん、所作とか、はい、なんか丁寧だと思ってたことが逆にダメだったみたいなこともすごくありましたし、逆にそこで学んでしまったりそうですね、はい、なんか劇中高一郎の実家に結婚の挨拶に行くシーンがあるんですけど、はい、うんうんうん、畳の部屋への入り方っていうのを先生にやってもらって結構みんななんかもう失笑みたいな、こんな入り方あるみたいな、なんかでもあれちょっとしゃがんで開けてっ
て車がこういう手の順番で、はい、でここに何歩で移動して、はい、グーじゃないとダメとか手は握ってこうやってこれで畳の上移動して、はい、ピョンっていうなんかワンジャンプであのふかふかの座布団に乗るとか、はい、これよくなんか麦ちゃんできたなって思うんですけど、はい、いやなんかこ庶民からしたら、うん、自分にそういう文化が全くないから、うん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 、ちょっとこう笑っちゃうというか、うん、あのおかしなものとして映るんですけど、でもそういうあのマナーが当たり前の人たちからすると、うん、これを知らないなんてありえないというか、うんうん、そういう意味であそこはこうすごくなんか毒なんかものすごくな奇妙な、はい、あのシーンになってると思うんですけど、でも非常に正しいことが行われてるわけですよね。だからこの映画ではそれがとても日本の本来の所作っていうものが見られるという特徴があるわけですね。なるほど。あのちょっとそろそろ時間も、はい、来たんですけれども、どうでしょう、この作品やはりとても日本的、日本人も見たことがないような日本の現実を描いてくれてると思うんですけれども、はい、海外の、観客の方にはこういうところを見てほしいというか、こういうところに気づいてもらえたらいいなみたいな点ってありますか？そうですね、これは私は個人的にあの女性2人の話、うん、女性映画とは思っていなくて、はい、光一郎を含めたある世代の若者たちの青春譚だと思って、うん、あの作ったんですね。こう親世代のこう古い慣習みたいな価値観からあの縛られてもいるし、うん、でも新しい時代にこう飛び出していきたいっていう、なんかその狭間にいる世代の若者たちを描いているので、うんうん、あのそういう意味では結構今の日本のこうリアルって呼んでいいのかなと思って描いたので、うんうん、なんかそこのこうあからさまな格差みたいなことじゃないっていうのも、それもまた日本の割とリアルなところだと思うんですよね、うん、なんかそういうなんでしょうかね、何かの狭間だったりとか分かりやすいこうギガ的な格差だったりしない、うん、このなんかこうはっきりものを言わないなんか日本のなんか文化みたいな風習みたいなのをあの感じて楽しんでいただけたらなと思います、うん、はい、神田、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。